これ何？電子レンジでチンって。これハゼ？上にして電子レンジ。この麺を上にして電子レンジ。まずこいつをいきます。完璧なカレー。いいねこれ。これ70円。70円？せや。これでこの椅子を今回はこの椅子サードシート倒してこいつを台にしてほんで板をかましたんだわ。でその上にこのバンドで固定。いただきました。何やろ。はい、今日の企画は嘘だろう。違うよ。いちごを買ってきたんですよ。はい、あ、で、デコペンです。おい、どうやって作れっていうやろ、はい、これ、ホリップ、もうなっとるらしい、うん、泡立てずに、もうチューってマジで。で、スプーンあるから、うん、スプーンでチャーって。で、これ、あれこれ何これだ。これ別に、で、これなんで、まだ海に入る。本当にできちゃうのそれ。ちょ、俺の今日の色これやで。やべえ、なんか杏仁豆腐みたい。うん、杏仁豆腐みたいな感じ。どっちかというとプリンだよね。それこのプルプル感をちょっと。自分で買ってきて自分で作るという。ちょっと多いよ。はい。お、いちご乗るとなんかそれっぽいな。それっぽい。ちょ、みんなあっちでさ、まさきが作れました。乾杯。乾杯、何に乾杯するもんね。乾杯。どれどれ。テーブルちょっと危ないな。いただきます。なんか普通に飯食う。木村美育、26歳です。 B 型と見せかけて AB で混ざってます。誕生日はToday! だけどあんまり良くないな、今日の誕生日。プレゼント。重たいと思うよ。500g これね、放送できんがよ。これ
幼稚園の先生。あ、誰ですか？モザイクかかってる。よし、最後にピシッとして、ピシッと。誰が一番高いか。はい、これ YouTube で流れるもんで、ほんで、俺がここに線入れるもんで、こうやってピーって。来年、来年なの。ほんで、何がド M だ。まあ遊べたかな。そうだよ。カブカブ起きたらカブカブ。